はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間種ボリンジャーバンドトレンドは出ておりません。一目均衡表上昇トレンド進行中、ストーキアスティックス開始グナりが点灯ということで、はい、2時間種ベース、底がたく推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線真横を向いております。二時間足ボリンジャーバンド、トレンドは出ておりません。はい、ロうソク足跡といいますと、プラス2シグマ、ラインを上抜けトライ中ということで、はい、二時間足ボリンジャーバンド、トレンド列状態ということです。はい、二次関心、えー、ストキャスティックス、二時間足ストキャスティックスは強い、回シグナルが点灯ということです。 はい、こちら2時間足1目均衡表ですね。形状から言うと綺麗な上昇トレンドの形状をしております。はい、それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは91円ちょうどレベル、91円ちょうどレベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは92円ちょうどレベル、92円ちょうどレベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ91円ちょうどレベルから92円ちょうどレベルということです。ポイント、指標結果を受けて利上げ観測高まるということで、はい、本日発表されました11月 CPI なんですけども、10月 CPI から伸びが加速、さらに11月の小売売上高も市場予想を大幅に上回ったということで、はい、これらを受けまして2月7日の RBA での25ベースポイントの利上げの見方が強まったということで、はい、オーストラリアドルにとっては、 あの、ポジティブに働いたということです。はい、そんな中、はい、2時間しぼりんじーバンドトレンドは出ておりませんが、一目均衡費は上昇トレンド進行中、ストキャスティックスは買いシグナルが点灯ということで、はい、オーストラリアドル円本日ロンドン市場におきまして、チャート形状的には底堅く推移と考えております。はい、続きまして、 えーと右のバナーにあります、チームハロンズ視聴者限定キャンペーンのご案内ということです。はい、YouTube 概要欄から講、えー、座解説をしていただきますと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1 1回1万通貨10ロット以上で、チームハロンズ視聴者限定キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ということです。さらに取引量に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。やはり詳細につきましては、YouTube 概要欄をご参照ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。